さあ本日は旬な人占い、はい、ということで、音竹さん2日目でございます、はい、昨日の続きでございます、はい。でまあ、昨日運の流れがねっていう話をやったわけですよ、はい。でね、運のいい時って結局その人にとって有利にことが運ぶよっていうことだから、うん、バレて困ることはバレないで済むと、でただ運が悪くなってくると本人のその意思とか希望と反対の方向に行ってしまうことがあると、はい。でよくもうこの番組では言ってますけど、人間ってこう10年の長い、ね、波があるよと、10年ごとにこう人生切り替わっていくんだよと、うん。で、大体皆さんお分かりだと思いますが、はい、乙武さん今年ちょうど変わり目なのね、うん。で、まあ、生年月日までしか分かりませんでしたので、はい、生まれた時間が分かんないとそのどの辺で切れるっていう正確な数値が出てこないんだけれども、一応この日生まれで、例えばど真ん中正午に生まれたとしてプラマイ12時間の誤差だよっていうふうにこう考えるとね、はい、今年の1月から5月の間のどこかで10年の運が切り替わるんですよ。多分だから本当に3月20日前後に切り替わったんじゃないかなと、いきなりバレたでしょ、はい、ちょうどこの時期かなみたいな感じなわけですよね。そうだから今年のまあ前半1月から5月いっぱいぐらいまでの間のどこかで、はい、今までの10年と全く違う波に入っちゃうわけなんですよね。うわー、なるほどね、うん。でしかもその、10年居座ってる星と、はい、今年1年の星って同じ星でね、うん、まあ重なるんですよ、でこんなのってね600年に1年ぐらいしかない組み合わせなんだけども、まあ普通だから一生に1回あるかないかぐらいのものであると、うん、はい。で、そういう年月あとか、まあ、年が巡ってきて、で早速これでしょ、うん、ってことは大雑把に言ったら今年1年ずっとそれ悪いわけですよ、運勢で。これから10年もずっと悪いわけですよで今までのようにはいかんぞと。でさらにね、すごいことに、今年の8月になると月の星もそこに重なって、はい、トリプル同じ星が重なるのね。だから最悪、今年8月なんて最悪なので、はい、参院選って夏でしょ、うん、無理絶対無理まあそうでしょうね今回。だから不倫って一番その女性がなんかもうそのね怒る、まあ、あとその他のね反対党政党からのもう格好の攻撃の材料じゃないですか。まあそうですね、これは無理ですよね、うん。まあ、で星回り的にもね、そういう意味では600年に1年の中のさらに1月って考えると、600年に1月しかないぐらいの組み合わせのすっげえ悪い月になりますので、うーわ最悪ですね、うん、無理ですだからもっともっとだからあれですよね、今年の中でいくと3月と8月ってこの2つが要注意、まあもともと1年要注意なんだけども、その中でも特に3、8が要注意なので、3月にすでにこういうことが起こってるわけだから、はい、8月にさらになんか続編が出てこなきゃいいなって形ですよ。なるほどね、そっちの方もだからもうとにかくおとなしくしてるしかないですよこれは。なんかまあまあまあただ噂ですけど、まだまだすごいたくさん出てくるんじゃないかっていう、まだいるんじゃないかというね噂も、まあね、噂もありますし、そう占い上の3月っていうのは4月の最初の1週間ぐらいまでまだ3月度ですから、うん、3月の悪い運勢はまだ続行しております。あ、うん、だから ねもうあとは謝るしかないですわ。まあまあそうですね、将来的な部分というか、まあ、もうここ10年はまあちょっとそしたらまあ良くないところですね、一気にもう、うん、もうちょっと方向変えた方がいいんじゃないでしょうかね。ああ、うん、そうですね、今後ね、だからそのテレビとコメントをするにも何にしても、そういうのもちょっとやっぱ出づらくなってるでしょうし、うん、テレビ局側だとかね、使う側ももうね使いづらくなっちゃうじゃないですか、どうしたって。でも狩野英孝出てますよね。ああそうですねまああれは芸人だからですよねまだまだ、うん、いやそれにしても今年はその不倫の年すごいですね、というか、まあ、不倫がバレるバレるバレる年というか、バレるで大体全部裏で手引いてんのって文春でしょ、うん、いやすごいですねすごいですね、なんとか調査能力というかさ、うん、いやいろんな手を使ってるでしょ、すでに傷持つ皆さんもう戦々恐々としてます。いやしてますよね、本当にいつ文春から電話来るかって大変ですよ来週載せますよみたいなの来たらね、いや皆さんご注意ください。はい、はい、ということでございます。はい、ありがとうございました。はい、また明日も見てください。